ルバムハートは僕上條のソロファーストフルアルバムということで、作品をね作る前からすごく細かく構想を練りました。ミニアルバムシンフォニー・オブ・ザ・ヴァンパイアも、結構細かくね、ストーリーであったり、サウンドであったり構築したんですけれども、今回はね、心の領土を舞台にしているので、また描き方もね変わっているので、前作との違いいろいろ楽しんでみてください。何曲か紹介したいと思います。まずねオープニングを飾る SE の Be Before、こちらはですねライブのオープニングでも使っている曲なんですけれども、タイトルの Be Before という言葉はフランスの王様ルイ16世が崩御された時にマリー・アントワネットが息子のルイ17世に送った言葉でもあるんですが、この時のねマリー・アントワネットのどんな表情をしていたのかなとか、考えるだけでもこの言葉の重みが、自分自身すごく丁重にね使わせていただきたいなというふうに義務感さえ覚える言葉です。直訳するとフランス語で国王万歳という意味を持ったビーブルホア、このアルバムの、まさにね扉となった曲になっています。ロゼクロワ、はい、まさにね耽美感満載でアルバムの顔となる曲ですね。この曲はね、作曲をギターリフからしたんですね。はい、そしてサビも、僕ねサビを作るときって結構メロディーをね鼻歌で歌って、そして録音してねその後から、オケを作っていくことが多いんですけれども、この曲はねなんとギターリフにメロディーを乗せて出来上がりました。このサビが、はい、珍しい誕生の仕方をしましたね。ルイ鉛血のラビアンローズ、こちらはですね、昨年リリースしました僕のデビューシングルでもあるんですけれども、こちらはニューバージョンで収録してあります。ギターソロが入ったりイントロのねメロディーをストリングスのメロディーを、ギターでユニゾンしたりハモったりととてもかっこいい仕上がりになっています。サンクチュアリ、この曲はですね世界中のリーダーの皆さんに聴いていただきたい、届けたい、ね、メッセージが込められています。まあ、世界中のリーダーといってもね別に大統領とかそういった大きなお話ではなくて、ちょっとしたね 3,4 人のグループでも、何でもいいです。そういった中でね何か自分が引っ張っていかなきゃいけないなっていう責任感義務感を持っている方々、そういった方々のね力にこの曲でなれたらなって思います。僕はねやっぱり昔の自分に、未来はこうだから自信持っていけよって、言ってあげたいんですよね。きっとみんなも、未来になったら過去の自分にねそう言ってあげたいと思うと思うんですけど、僕は歌をね歌っている人間なので、こうして自分がねこういう言葉を過去の自分に言ってあげたいなっていう言葉を歌に残せるのでね、せっかくなので皆さんも、この歌のね持つパワーを、皆さんのパワーに変えていただけたらと思います。真実は
からない。ツアータイトルにもなっているデスパレード、このデスパレードという言葉はね、闇夜のライオンの歌詞の中でも、使っているのでね、このタイトルをね見た時に感のいい人はあれ、なんか聞いたことある言葉だぞみたいな感じで思ったんじゃないでしょうか。本当はねこの曲はサンクチュアリとつながって1曲だったのですが、アルバムのね、曲順を考慮して2つに分けました。文字通り死者たちのパレードなのですが、生と死そして時間というものを題材に生きているということは本当に奇跡なんだなという、感動した気持ちをね、歌詞にしました。リズムもねマーチになっていてとても楽しいので、ライブで一緒に足踏みをして楽しみましょう。アルバムタイトル曲でもあるハート、この曲のサウンドはね、壮大なオーケストレーションの中にバンドがいるような作りになっています。ミュージックビデオではサポートメンバーの皆さんにも協力していただいて、みんな白塗りで、白いコンタクトと牙をつけていただいて、ヴァンパイアだらけのかっこいい映像になっています。このアルバムはね、心を領土とする帝国のお話なんだけど、心をね侵略するために持つ武器は芸術でも、主人公は領土である心が、人の心が最大の芸術、つまり武器だということに気づいてしまうんです。このアルバムを聴いた皆さんが選ぶのは領土としてのハートですか、それとも武器としてのハートですか。愛する気持ちを選びますか、それとも誇りを選びますか。どちらもきっと正解だと思います。このアルバムの最後に収録されている追憶のムナムー、そしてこのハート、それぞれの曲が、僕なりな答えになっています。ハート、このアルバムがあなたの心に響き残りますように。